おはようございます。チルチルです。先日の森会長の会見、いろんな意味で反響が大きかったですね。それはさておき、コロナワクチンの方も日本で近く接種できそうですが、接種後の世界の3つのシナリオってご存知でしょうか？アメリカファイザー社が開発したワクチンについても、間もなく国内承認される見通しとなりました。筋肉注射による投与で21日間の間隔を空けて2回接種することとなっております。今の予定では今月中に医療従事者を中心に約370万人に先行して接種が始まります。なお、接種の対象は当面16歳以上とし、過去にワクチン成分で重いアレルギー反応が出た人への使用は認めない方針となっております。接種後の世界のシナリオとして今現在考えられていることは、シナリオ A、 国民の7割以上の接種が完了し集団免疫を達成。シナリオ B、 十分な接種率に至らず国内で散発的に流行が続く。シナリオ C、 ワクチン耐性の変異株が発生し世界的流行がさらに加速する。今現在指揮者の中ではこのようなシナリオが考えられているようです。シナリオ A に期待したいところではありますが、3つのうち2つは流行が止まらないというシナリオですので、確率的にはまだまだコロナとの共存は必要ってことでしょうか。少し心配ですね。さて、本日は前回に引き続きこちらの白担当で行っていきますが、今日はヘッドライトネタです。現在白担当ヘッドライトを中心に現状を見ていますが、こちらの右のヘッドライトは撮影前に今日行うヘッドライトくすみ黄ばみ除去を行った方です。もともとはこんな感じでした。前回の動画ではこの白担当を使ってシリコン洗車におけるボディ色による落とし穴について話を行いましたが、今日は今までの私の動画内で一番再生されている動画がヘッドライトネタです。こちらが75万回再生されており、ついでこちらが65万回再生されております。この傾向を見る限り、ヘッドライトの黄ばみやくすみに悩んでいる方が多いことと思いますので、今日はこの白担当のヘッドライトも黄ばみくすんでいる状態ですので、こちらを簡単に綺麗にできる方法を紹介していきます。で、まずはちゃちゃっとホーム洗車を軽く行っていきます。ヘッドライトのくすみ黄ばみ除去に関する動画は、一度綺麗にしてしまいますともう一度再現することができないという特性がありますので、新たな車がサンプルとして手に入らない限りできないので、ちょうどこの白担当もそこそこくすんでいましたので、この機会を逃してはもったいないと思いましたので、今日は行っていきます。今日紹介していくヘッドライトくすみ除去ですが、私はヘッドライトのくすみ黄ばみを除去する専門家ではないので確かなことは言えませんが、どのような方法であっても一度ヘッドライトに手を加えてしまいますと、クリア塗装やプロテクションフィルムを貼らない限りまたくすんでくるものですので、その点は十分に覚悟の上でやってみてください。耐久性に関しても保管環境などで違ってくるというところがありますので、そういった意味でもミート操縦士の復活剤と同じようなところがありますね。まあ今日これから行っていく方法は耐久性はあまり期待はできませんが、速攻性はとても高くって磨くよりはるかに簡単で、5秒もあればいとも簡単にきれいになりますので、速攻性を求める方には一番良い方法ではないかなと思っているところです。そもそもヘッドライトにこのようにくすんだり黄ばんだりする要因を考えますと、これも以前にアップした動画にもつながってきますが、そもそもヘッドライトに傷、ここで言う傷とは洗車傷と思ってもらうと分かりやすいと思いますが、そのヘッドライトについてしまった洗車傷から黄ばみやくすみが始まってきます。小さな傷であれ、そこに紫外線が悪さを行いますので、徐々に黄ばみくすみをもたらしますね。ヘッドライトの黄ばみくすみを防止するには洗車傷をつけないことが何より大切ですね。他にも要因は当然ありますが、洗車傷も要因の一つですね。ですのでこの動画でも紹介しましたが、洗車傷が少ない私のミニのヘッドライトは、そのことによって6年経ってもミニのヘッドライトは黄ばんだりくすんだりしていないということがわかると思います。私のミニのヘッドライトは一度も手を加えていませんね。で、今日使っていくものはこちらの WD-40 です。この WD-40 はヘッドライトくすみ黄ばみ取りには速攻性があり何より簡単です。
このあたりにまずやっていきますね。もう一瞬ですので見逃さないようにしてください。もうただちゃちゃっと拭くだけです。もう一瞬ですね。こんな感じですね。使っているものは WD-40 とショップタオルのみです。もう本当に一瞬ですね。ちょっと見ていきますね。この箇所に一瞬ちょっとワンプッシュ行いましたが、この違いですね。もう左右差で全く違いますよね。これが WD-40 の実力です。やっていることは WD-40 をワンプッシュしてショップタオルで軽く伸ばすだけです。これでこの差が出ますね。全然違いますよね。まあわずか5秒もあればこの感じになりますね。ですのでヘッドライトのくすみ、黄ばみ除去には WD-40 は本当に楽です。でもう一度この箇所をやっていきますね。よーく見といてください。もう一瞬で綺麗になります。こんな感じですね。一瞬ですので見逃したかもしれませんので、もう一度リプレイしていきます。ちょっとスローでやっていきますね。今 WD-40 ワンプッシュしました。これであとショップタオルでちょっと撫でていくだけでもうこの通り綺麗になっています。本当に一瞬です。こちらはスロー映像でお届けしています。もう綺麗になっていますね。こんな感じとなっております。本当に意図も簡単ということがこれで分かってもらえるのではないでしょうか。なんか手品を行ったみたいな感じですが、このわずか5秒でここまで綺麗になります。もともとはこれでしたが WD-40 ワンプッシュでここまで綺麗になります。もう一瞬ですよね。こうやってビフォーアフターを見ますと全然違うということはわかると思います。そしてマスキング左の方はまだ行っていませんね。一瞬でここまで綺麗になりました。これが WD-40 の実力となっております。でもう一度ビフォーアフター見ていきますね。この違いとなっております。 WD-40 で一瞬でここまで綺麗になりました。やっぱこうやって見比べますと全然違いますよね。もともとこちらですので、先ほど少し言い忘れましたが、コンパウンドなどで磨くと綺麗にはなりますが、必ず小さな傷はコンパウンドですのでつきます。コンパウンドで磨いた後はクリア塗装でその傷を埋めることが必要になってきますので、その点も十分に押さえておいてください。で WD-40 ちょっと下の方まだできていませんでしたので、チャチャッとやっていきますね。もうヘッドライトの磨きには WD-40 ですと本当に数秒でできますね。でチャチャッと行いました。この違いとなっております。マスキング左と右で比べますと歴然の差となっておりますね。ここまでわずか一瞬の出来事ですので本当かよと疑っている方もいるかもしれませんが、これは事実ですね。ヘッドライトの材質によってはうまくいかないこともあるかと思いますが、今まで何度かいろんな車に行ってきましたがうまくいかなかったことはないのですが、年式や材質によっては必ずうまくいくとは限りませんので、その点は十分に注意してください。少なくともこの平成25年式のタントや嫁車ソリオではうまくいきましたね。今回の WD-40 を使ってのヘッドライトくすみ黄ばみ除去では、速攻性が欲しい方、とにかく簡単さを求めている方には最適な方法と思っていますので、一度試す価値はあるのではないかなと思っています。でとりあえず中央のマスキングテープを取ってみました。こんな感じですね。全く違いますよね。これが WD-40 の実力となっております。もう歴然の差っていうのがこの映像ですぐよくわかるのではないでしょうか。逆に何より耐久性を求めている方に関しては、しっかり磨きを行ってクリア塗装やプロテクションフィルムを貼る方法が一番良い方法と思っていますので、耐久性を重視する方にはこの今回の WD-40 の使い方はおすすめできませんね。で現在マスキング左の方を見ていますが、やっぱりこの辺はだいぶ曇っていますね。でこちらも WD-40 で施工していきます。もう一瞬ですので見逃さないようにしてください。ワンプッシュしてショップタオルで軽く拭いていくだけです。もうこれだけで一瞬で綺麗になっていますね。
先ほどあったくすみは何だったのかという感じになってきますが、もう本当に WD-40 ですと一瞬の出来事ですので、もう何だったのかなって思いますよね。で、このアングルのまま引き続きこちらも WD-40 で行っていきます。もう一瞬ですよ。よく見といてください。1回、2回、3回と吹いただけでもう綺麗になっていますね。まあ WD-40 ネタを出しますと、 WD-40 はただの油なんだから一瞬綺麗に見えているだけだという方も中にはいますが、そんな意見も想定していますので、 WD-40 施工後フォーム洗車を行い、その指摘は当てはまらないというところも紹介していきます。まあもし油なんだからという指摘が本当なら、クレの556でも同じ効果が出るということと思いますが、その実験についても以前に検証を行っていますので、 WD-40 に懐疑的な方はこちらの検証を見てみてください。で、こちらの残っていた箇所も WD-40 で施工しました。もうピッカピカの状態になっていますね。こんな感じとなっております。冒頭で一度ヘッドライトに手を加えますと、塗装やフィルムを貼らない限り、遅かれ早かれ WD-40 であったとしても劣化はしていくことは避けては通れません。 WD-40 を使う場合はしばらくしてから少しくすんできたなと思った時に、定期的に WD-40 を再施工することで、このクリアな感じに瞬時に戻りますので、一度何かしらの方法でヘッドライトに手を加えた場合は定期的な施工も必要になってきますね。で、ちゃちゃっとヘッドライト全体に WD-40 施工ができましたので、全体を確認していますが、もう完璧な状態になっているっていうことはよくわかると思います。こんな感じですね。こうやって比べると全然違いますよね。冒頭から見ているとわかると思いますが、 WD-40 をくすんでいるところにプッシュし、その後ショップタオルで軽く拭いているだけのことです。何も特別なことは一切していませんし、当然時間もかかっていませんよね。このことはここまでの映像でわかることだと思います。で、 WD-40 を使ってのヘッドライトのくすみ黄ばみ除去ができましたので、一度マスキングテープを剥がしていきます。こんな感じですね。もう完璧な状態です。素人で簡単にわずか数分でここまで綺麗にできたのなら上出来な方だと思っているところです。こうやってビフォーアフターを比べても歴然の差となっていますね。普通この白のタントのようにある程度くすんでいる状態で磨き作業を行うとしますと、一つのヘッドライトだけでも結構時間がかかって磨き作業になりますので、結構な重労働となりがちですが、 WD-40 ですとこの仕上がりですので、わずか数分で済みます。わずか数分の短時間でできますので、洗車のついでに施工も簡単ですね。仮に耐久性がある程度なくなってきたと仮定したとしても、再施工もちゃちゃっとできますので、とにかく簡単に効果を発揮したいという方には WD-40 は一番良いかもしれないですね。で、ヘッドライトくすみ黄ばみ除去ができましたので、先ほど言っていた WD-40 は油なんだから一瞬綺麗に見えているだけという意見が想定できますので、フォーム洗車を一度行ってその疑問に対する答えを見ていきます。もうちゃちゃっとフォームを行ってディテイリングブラシで軽く洗車していきますね。一部ちょっと早送りしていきます。で、ちゃちゃっと洗車できましたので現在流していますが、こんな感じですね。どうでしょうか。ただの油だからというところにはちょっと当てはまらないのではないかなと思っているところです。一応洗車用の洗剤ウィルソンの泡仕立てシャンプーを使っていますので、油汚れにはある程度効果があると思っていますが、この通り一度洗車しても元に戻っているっていうことはないですよね。こんな感じになっています。ですので、 WD-40 は一瞬綺麗になって見えているだけっていう意見には当てはまらないっていうことになってきますね。 WD-40 で施工してヘッドライト黄ばみくすみ除去を取って、その後に一度軽く洗車しても、この通り全く変わりないっていうことが分かってもらえたのではないでしょうか。で、引き続き濡れている状態ですとちょっと分かりにくいと思いましたので、軽くブロワーで飛ばしていきます。ちょっと早送りしていきますね。
で軽く水分を吹き飛ばしましたので、これから軽く水分を吹き上げていきます。まあよく見てもらっていると分かると思いますが、全く変化ないですよね。こんな感じとなっております。でここまでの動画で WD-40 はヘッドライトのくすみ黄ばみ除去には結構効果があるっていうことが理解できたかなと思いますが、このままの状態では WD-40 自体にはコーティング機能は当然ありませんので、何を使って施工後のコーティングをされても良いのですが、簡単という意味ではクレのシリコンスプレーでのシリコンコーティングが簡単ですので、ここからは WD-40 施工後のコーティングをクレのシリコンスプレーでこちらで行っていきます。綺麗になったヘッドライトに対してシリコンスプレーを適量、まあだいたい5プッシュぐらいですかね、ちょっと噴霧してショップタオルであとは伸ばしていくだけです。もうちゃちゃっとできますね。でヘッドライト全体にスプレーが伸ばせましたら、あとは水洗車を行っていくだけですね。ショップタオルで軽くいつものごとく水洗車を行うだけです。水洗車の模様は一部早送りしていきますね。もうちゃちゃっとやっていくだけです。で最終的にショップタオルで水分を拭き上げて、こんな感じになりました。結構やっぱりシリコンを入れてあげるとより輝きますね。でちゃちゃっとクレのシリコンスプレーを使ってシリコンコーティングもできましたので、最終仕上げの状態を見ていきます。こんな感じですね。現在見ていますが、もう完璧な状態ですね。まあ新品とはまではいきませんが、こうやってビフォーアフターを比べますと全然違いますよね。まあ映像でもこの通り綺麗ですが、肉眼で見るとよりさらに綺麗になっていますね。やっぱり最後にシリコンを入れてあげるとより輝きます。で最終的なコーティング剤には何を使っていただいても問題ありませんが、プレクサスなどを使って施工後のコーティングをしても良いかなと思いますが、費用のことを考えますとクレのシリコンスプレーの方がより安く簡単ですので、クレのシリコンスプレーが良いのではないかなと思っているところです。で今日の作業が一通り終わりましたので、最終確認を行っているところではありますが、どうでしょうか。こんな感じですね。こうやってビフォーアフターをやっぱり比べていきますと全然違うということがよくわかると思います。 WD-40 はあんまりカインズやコーナーなどの量販店には置いていない商品ですので、興味がある方は概要欄のリンクから購入ができますので一度チェックしてみてください。で最後に強力 LED ライトを当てて仕上がり状態を確認しています。こんな感じですね。もうピッカピカの状態ですよね。WD-40 でヘッドライトの黄ばみくすみ除去を行うメリットは、まあ一応コンパウンドは入っていませんので傷がつかないということにありますね。そうはいえ材質によっては効果が出ないヘッドライトも当然ありますので、その点だけは十分に注意してください。今日はここまで長々と私の動画内で人気のあるヘッドライト黄ばみくすみ除去をこの白タントを使ってお届けしてきました。こんな感じで私の動画では洗車に関する動画を主にアップしています。今日の動画がためになった、もしくは役に立ったって方はグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。